8月は電気使用安全月間です。昨日静岡市で感電などの電気事故への注意を呼びかける街頭キャンペーンが行われました。このキャンペーンは中部電気保安協会などが行ったものです。夏場は汗や水に濡れた手や体で電気に触れ、感電する事故などが増えるため、職員らがパンフレットなどを配り注意を呼びかけました。保安協会によりますと、昨年度、 中部電力管内で電気による事故が170件起きそのうち75件が7月から9月に起きているということです。